この剣、本当にすごいぞ。なんだかとてつもない力を感じるもの。四季も感じる。炎の盾から感じた力と同じ。炎の盾と同じ力を宿す剣か。この剣さえあれば。神竜の力、大切に使って。もちろんです、四季さん。この力を仲間のため、この世界のため役立てます。さて、新たな力を手に入れた今こそ反撃に転じる好機だよ。その剣があれば異界の門を閉じられるかもしれません。だといいがな。もう手は貸さんぞ。自分たちで何とかしろ。ああ、ナバール、心配いらないぜ。ダリオスと炎の盾を取り戻すため、今度こそあの要塞を落とすぞ。もう決して敵に背を向けたりしないわ。よろしく頼む。何？仕方ないね。何かしら。よろしくお願いします。なんだい？了解。よろしいですか。よし、行きましょう。砦を押さえて攻める足がかりにしよう。よし、行きましょう。邪魔だよ。うまくいきました。何をすればいい？開門しました。これで中に入れるようになったね。攻め入って砦を落としていこう。こしゃくな。私が行きます。弓隊、敵の進軍に備えて配置につけ。中央に砦を落とせばもっと奥へと進めるはずなんですが。ミッション開始です。正面の門は硬そうね。南北どちらかの砦を落として回り込みましょう。よし、行きましょう。制圧しました。
しよう。僕が行こう。わあ、お強いんですね。敵ですね。その挟み撃ちになる前に後ろの敵を撃ちましょう。ミッション開始です。なんだ、よし、はい、わかりました。制圧しました。うん、うん、うん、制圧しました。中央の扉への道は開けたよ。次はあの砦を落とそう。よし、行きましょう。なんだ、よし、なくなっちゃえ。
の攻撃を防げました。やりましたね。どちらの道を進むかは君たちに任せるよ。よし、行きましょう。残念、変えませんでした。ここまでか。成果はいまいちだったわね。制圧しました。わかった。この調子で先を急ごう。ダリオスを見つけるんだ。敵の増援です。本国からの増援が来たか。貴様らの命運も尽きたぞ。恐れることはありません。今の私たちなら必ず打ち破れるはずですのでは。ミッション開始です。怖いのやっちゃうよ。制圧しました。やりましたね。素晴らしい働きですね。集まり始めている。急いで行こう。私が行きます。
なんだ。よし。はい、わかりました。わかった。多分そこに。すぐ近くみたいだね。みんな助けに行こう。ダリオス、無事でよかった。ありがとう、世話をかけたな。よし、みんなにも知らせてこよう。マルスさん、あなたが最後の英雄というわけですね。あいつらを守り導いてくれて感謝します。いえ、あなたを救いたいという二人の強い思いが皆をここまで導いたのです。共に戦いたいと思わせる不思議な魅力のある二人ですね。私もあいつらに魅せられているものの一人です。この勢いで炎の盾も取り返しましょう。え、私もあなたと同じ気持ちでいます。共に力を合わせましょう。ええ、やりましたね。皆さん、ご迷惑をおかけしました。おそらく炎の盾は北の大広間にあります。ただそこには盾を守る魔物がいるはず。一筋縄ではいかないでしょう。ミッション開始です。報告します。邪悪な力、門を開いてる奴がどこかにいるはず。倒して閉じよう。ダリオス王子を逃してはならん。残りの戦力を全て投入するのだ。敵の増援です。よし、行きましょう。炎の盾を取り戻す前に残りの砦を制圧しておいた方がいいんじゃないかしら。これで終わりです。見せてあげる。ミッション開始です。やったわ。やっぱり魔物が守っているのね。なんとしても奴を排除し炎の盾を奪還するぞ。よし、行きましょう。下がって。陥落してしまいました。制圧しました。これで安心ですね。やりましたね。陥落してしまいました。
せるんだ。私でよければ喜んで、私たちの本気をお見せします。さあ、マルスさん、これで炎の盾が完成するはずです。ええ、最後の紋章を覚醒させましょう。今までご苦労だった。ようやくだ、ようやく揃ったぞ。嘘だろ。嘘って言ってくれよ、ダリオス。ダリオス、どうして、どうしてもこうしてもあるもんか。こいつは裏切ったんだよ。炎の盾の力を独り占めにするつもりなんだ。裏切ったとは人聞きの悪い。俺は生まれた時からグストンの王子で、今も変わらない。それだけのこと。骨が折れたぞ。炎の盾を覚醒させるのは、自国の軍と戦うという猿芝居を打って貴様らを信頼させたまでは良かったが、奇跡を持つ者の創作には手間を取らされ、貴様らは足手まといになるばかり。まあ、こうして無事に完成したのだ。少しくらいは褒めてやろう。それ以上、やめて。俺は信じない。絶対に信じないぞ。信じようが信じまいが同じこと。貴様らは全員ここで命を落とすのだからな。さっきまでとは別人だな。それが貴様の本性か。ダリオス、あなたの目的は何だ。炎の盾を使って何を企んでいる。これはこれは伝説の英雄王殿、貴公に敬意を表して教えて差し上げよう。
この俺の真の目的は邪竜の力を我が物とすることだ。邪竜の力を？まさかそんなことできるはずが。できるのだよ貴様らに分かるはずもないがな、もはや抗う術はない。己の非力を呪いながら死んでゆくがいいではお別れだ。この要塞と共に貴様らには消えてもらおう。待て、ダリアス！なんだ、紙面が揺れてる。このままでは要塞が崩れる。みんな逃げるんだ。僕たちを騙すなんてね。死をもって償ってもらうしかないな。死をもって償うって、そんなのダメだ。ダリオスは仲間だろ。その仲間がお前たちを攻撃し炎の盾を奪ったんだ。あいつはもう敵だ。違うわ。何か理由があったんです。だとしても奴を撃ち盾を取り返さねばなるまい。いや、それでも俺はダリオスを信じる。ずっと私たちを支えてきてくれたんです。何があっても彼は私たちの仲間です。あなたたちの彼を思う心は本物なのですね。何があっても揺るがない強い絆。なんだか思い出すな、クロムが僕を信じてくれた時のこと。記憶も何もなかった僕を。後悔しませんか？信じた先にどんな結末が待ち受けていたとしても。ああ、ええ、だからみんな俺たちを信じてくれ。力を合わせて一緒に行きましょう。いいだろう。仕方ないね。大事にしていこう。新しく追加されました。